皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、行政書士年収を徹底比較してみたというですねタイトルで、見つかる学びさんというメディアに掲載されていたものをご紹介したいと思うんですけれども、行政書士のですね、平均の年収、様々ね諸説いろいろありますけれども、一応ね平均は600万円というふうにね言われておりまして、その根拠としてね総務省のデータというのをね、よく引用されています。で、年代別にですねその年収が、掲載されていまして、20代ですと380万、30代ですと440万、そして40代になりますとなんと630万、50代700万、60から65で460万、70からで400万円というね、そういったデータが、一応ね掲載されています。でこれがなんか私が思ったのが、その行政書士白書みたいなんですね、確かそういったなんかちょっとタイトルだったか忘れちゃいましたけれども、全行政書士のですね、売上なんかを比較したデータと異なるのはですね、こっちはですね結構本当に実稼働している行政書士だけでね集めたデータなのかなという予測してまして、というのはですね、行政書士白書とかそういうのを見始めるとですね、私みたいに行政書士登録してるけど実務やってないみたいな人って結構いるんですね。でそういうなると、売上自体はですね司法書士法人はあっても行政書士事務所私ゼロですから、ゼロって申告すると平均値思いっきり下がっちゃうわけじゃないですか。そういうのでかなり平均を下げてるっていうのはあるんですけれども、この総務省のこのデータとかね、とかっていうのは実際にですね本当に行政書士として実務をやられている方を、こう元にこうお話しされているという意味ではですね、かなり信憑性高いのかなというふうにねまず思いました。で、そしてね行政書士になって、年収を上げるポイントというのが掲載されていまして、まずね3つこれ出てました。大企業に就職する、経験を積む、単価が高いものを中心に取り組むというね、もうできたら苦労しねえよみたいなねものがね3つ列挙されているわけなんですが、まずですねこの1つの大企業に就職するということですけれども、行政書士の資格を持っていたら大企業に就職できるのかというとですね、これはさすがに違うんじゃないかなと思いました。だって大企業に就職するのに皆さん高校とかね中高をね勉強してていい大学に入って、それでやっと大企業に入ってね、掴む夢みたいなところもあるわけなんですので、そんなねそこらのですね、そこら1年、ね、2年ですね、勉強したからといって大企業に、勉強して取った資格がですね大企業へのパスかって言ったらね、それはさすがに違うんじゃないしかなというか、ありえないのかなっていうふうにね、ちょっと思いました。実際問題ね、それで大企業に就職したって話あんまり聞いたことないので、それはさすがに幻想なのかなっていうふうにね思いました。でこの2つ目3つ目経験を積むことと単価高いものをね中心に取り組むっていうのは、これはですねもうまさにビジネスのあり方そのものだと思うので、要は司法書士でもね本当にありますよ。役員変更登記1万円の仕事をね、めちゃくちゃねこなして仕事をなんていうの稼ぐってなってもそれ難しいじゃないですか、さすがに。そうじゃなくて一件一件ですね、単価の高いもの組織再編中心にやるとか、そのためにはもちろん経験を積んでいかなきゃいけないので、でプラス営業力ですね、求められるものがたくさんあるので、そこら辺がなんかねちょっとね、またこれはなんか質中身の問題なので、これは直接的にっていうことよりはですね、まず集客どうするかっていう話になってくると思うので、行政書士の場合には、SNS とかね広告セミナーとかに、あとなんか物事を何か一つのね許認可に特化するということがやっぱ一つ大事かなと思います。で SNS 広告セミナー、これらね共通支援のこれらを何ていうのかな、これここらに全面的に出すため押すために特化するっていうことですから、例えばですね私はファンド組成専門の行政書士ですとか、ドローン専門ですとか、建設業を特化してますとか、そういう形で何か一つね専門分野、しかもねニッチな方がいいと思います私は、そういうね誰もができない、明らかに難しそうというふうにね、思えるような分野に、取り組んで、そして例えばね Kindle 本を出してみるとか、セミナーをね開いてみる、別に誰も来なくていいので、そういった実績をどんどん積んでいくことによって、集客につながる、そして集客につながる経験が生まれ、単価もどんどん上がっていくっていうね、そういう形になってくると思いますので、まず焦らずね自分が何かやりたいこと、一つ分野を見つけるとか、そういうことこそなんか、自分がね日々顔を出す中でこれだったら自分の仕事にできるっていうものを見つけて、それを得意分野にするとか、いろいろあると思いますので、ぜひそういうのはね試してみたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は、行政書士年収徹底比較ということと、あともう一つ年収上げるポイントっていうのがね、書いてあって、ちょっとね突っ込みどころがあったので、それを踏まえてご紹介させていただきました。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。